これもストレートは乗っていったら負けですから。うん、ただ今のストレートは何かバッテリーもそう悔しそうな顔しませんでしたね。そうですね、もうギリギリボール気味に狙っていって手を出してくれれば儲けものというような感じの球だったですね。はい、ここまでは可愛いと同じ感じですが、さあどうか。来てますよ。はい、まあ、ちょっと力んでるかなっていうのも見えるんですけどね、かなり気合が入ってますね。まあ、この場面で気合が入らないバッターっていうのは野球やる資格はありませんもんね。本当ですね。フォークかな。落とした。はい、よく止めた。打者の気持ちとして原さん、満塁、ツースリー、また気持ちが違うもんですか。まあ、ツースリーになったことでね、まあ、しかしこうなったらもう五分五分でしょうね、気持ちの中では。どっちが有利とか不利とかってのはないでしょう。笹岡としては一番ストライクが取れる、しかもバッターが打ちづらい球ってのはこれカーブかスライダーしかないんですよね。はい、打線はそういう風に組んであるんです、はい、それとそういう星の下に生まれるということもありますよね。もうどこへ持っていってもその人のところチャンスが回ってくる、うん、原君なんかそうなんです。打順を変えてもね、そこへみんなね、チャンスが回ってくる、うん、落ち合いには近めで勝負をしたいんですけど、はい、なかなか怖くて近めに持っていけないと思うんですよね。落ち合いはね、近めから体の近めから曲がってくる球は意外にね、ボン出したんですよ。うん、引っ掛けてね、はい、もう超越したものが出るわけですから、うん、あの手で見てる方がね、あの勉強になることがあるんですけど、落合さん、あの息を抜きますよね、この時に、うん、ふーっと息抜いてますね。これ重心の位置というものが下がるんですよ。だいたいこういう状態になるとね、肩に力が入ってくるんですね。うん、この辺の速い球はちょっと苦しいですね、うんうん、さあ追い込んでいるバッテリー、ストレートの空振りを見て勝負球。ですね、なかなか落合はそういかんでしょうからね。